中間です。ただライトが回り込んでいます。岸が掴んでワンアウト、先頭バッター取ったんだ。三塁から、ここは源田から、ツーアウトになります。そしてストレートで見逃しの三振を取りました。高橋コーラ、この中国は。ここはバッターランナーを考えながらのワンバウンドスローです。落としていきました。カルビの三振です。まあ、初回、ちょっとあまりにいくボールもありますが、まあ、先でした。セカンドゴロ、この先から一塁です。1回、2回と。よくバッターを見てるんですよね。ここがファーストゴロです。ですからベースタッチ。結果、アップが難しいですよね。そして落としています。セカンドゴロ。ということで、高橋コーラはどう思うんですかね。3塁に行きます。その気の持ちようで、ね、落としてきました。ランナースタート。三振は取りました。右中間、センターバック、バックして、追いつくか、追いついた。使っています。二塁三塁のピッチャー。センターです。パス点はこちら向き。源田。レフトです。浅めの守備、力は正規証明です。らしいピッチングで低めに丁寧に投げて抑えてくれました。セカンドゴロですね、はい、セカンドゴロです。2アウト。左中間上がりましたが、鈴木翔平中で入った。抑えました。3アウト。高橋コーナーランナーにボールで打ち取ります。スライダーでここは締めました。外のスライダー、セカンドランナーを見てから1塁です。外、打球は上がりましたが、ショート後ろレフトを打ちましたが、源田が抑えました。ノーアウトからピッチャーセットは三振です。普通が良かったんですけれども、セカンドですか。それを有利に運べたってことですよね。センター後方、センター後方伸びていってフェンスダイレクト。さあ、バッターが転がってる、転がってる、転がってるぞ。三塁を回すか、回すか、回して、回した。ホーム帰ってくる。タッチはアウトになりました。石井右、うまい、アカウンター。マキノン、いや、今の難しいバウンド合わせましたね。これびっくりでしたね。相手のストレートで決めるのか、トークで三振を取るのか。ストレート、最後も154キロ、見逃しの三振で締めました。9イニング、エースが完投、完封勝利。そしてチームは5連勝。これでこの瞬間に順位を1つ上げて、ライオンズが5位、そしてファイターズは5連勝。これで9